こんにちは、わっきです。前回はここに見えております三幸レアモノショップの瞬間エアソファーをご紹介したんですけども、本日ご紹介するのはこちら、もう一つ一緒に送っていただきました椅子でございます。これね、結構大きいんですけれども、なんでこれ大きいかっていうとね、足が特殊なんですよ。こういうやつですね。どこでもくつろぎどこでもくつろっきんぐチェアでございます。くつろっきんぐチェア、くつろぎってことなんだと思うんだけどな。よっ、こんな感じで、まあよくあるアウトドアの椅子みたいな感じで折りたたんであるんですけれども、ここの部分ですよね、これがロッキングチェアのゆらゆらの機構になってるんですよね。組み立ては簡単です。まずはここのロッキングチェアの足をロックされてるんで、パチンパチンと2箇所外します。で、これをこっちにスライドさせながら開くと、もうロッキングチェアになっちゃうんですよ。ただ開くだけ。いいでしょこれ。ちょっとじゃあ座ってみましょう。よいしょ。あー、ロッキングチェアだ。これはこれで気持ちいいよね。ロッキングチェアってさ、普通木のやつでしっかりしたやつじゃないですか。あんなのこう外に持っていけないですけども、これ普通のアウトドアの椅子と同じような感じで持ち運びができて、天気のいい日はゆらゆらと揺られながらのんびりできると、これもいいっすね。これはね、ここにドリンクホルダーがついてるんですよ。ドリンク入れたりとか、スマートフォンを入れておいたりとか、そんな使い方もできるんじゃないでしょうか。いいっすねこれね。前回ご紹介したこちらの、あなたをダメにする至福のソファー、瞬間エアーソファー、これはこれでいいんですけども、なんだろう、車移動するような人はこのロッキングチェアの方がしっかりしてていいですよね。あ、それでね、この足の後ろの部分、この足の後ろの部分がこれ以上後ろにひっくり返らないようにこうまっすぐに突き出てるので、後ろに体重かけてもこれ以上後ろにはひっくり返ることがないんですね。安全設計になっております。試しにじゃあ思いっきり後ろに体重をかけてみましょうか。よっぽど思いっきり体重をかければひっくり返っちゃうかもしれないですけど、今よっかかってすごい浮いてる状態ですけど、ひっくり返らないですね。あ、大丈夫だ大丈夫だ、ひっくり返らない。じゃあこれ使い終わって収納なんですけども、収納も簡単です。このまんまギューンと畳んでしまえばちっちゃくなりますよね。あとはこの足の部分、これをギュッと持ってきて、この背もたれのポールにパチンパチンと引っ掛ける、止めるだけでコンパクトになります。いいっすよこれ。ロッキングチェアなんてなかなかないですもんね。ほら、これだけでロッキングチェア完成ですもんね。いや、これいいな、どっちもいいな。ということで、前回と今回2回に分けまして、アウトドアでも使える椅子を2つご紹介いたしました。こっちのね、瞬間エアソファー、これはコンパクトになるんで、ソロキャンプとかでも持っていけますよね。でこっちはやっぱしっかりしてるので、車で行くようなキャンプに使うような、そんな椅子だと思います。どちらもね、今日はアウトドアでご紹介してますけども、もちろん家の中でも使えると思います。ゆったりとくつろぎの時間が欲しい方、お一ついかがでしょうか。いいねこれ。